令和の虎って誰が一番儲かってんの？まあ、儲かってるの定義によりますけどね。例えば松浦会長と仲良くなりたいんであればフォロワーが500万いたら仲良くなります。はい、どうも、沢です。じゃあ、坂木です。今回のお題はタメクニさんどうしちゃったのということで、ゲストタメクニされていきます。お願いします。はい。あんなにモテることが生きがいだったタミクニさんがモテなくていいとか言い出したから鬱なんじゃねえかなと思って。すげえよ。モテたところで何？もうちょっと早く気づいたらいいんですか？あと10年早くてよかったでしょ。チヤホヤされたいわ。確かに。一応僕の将来の目標は竹下通りを歩けなくなること。もう歩いたらわーみたいな。あ、そうそう、そこはブレてないんだけど、まあ髪の毛生えてきたからもあるかもしれない。あ、余裕が出てきた。余裕余裕なかった、マジで。あの坊主にした 2,3 ヶ月だから一度モテなくなって再度モテ始めて、モテるってそんなに価値ないんだなって逆に気づいたみたいなことですか？モテるってやっぱいいなって思ったんだけど、もう満足した。なんで36まで満足しなかったんですか？26で行ってくれ。じゃあ最近も相席屋も行ってないんですか？撮影で1回行ったわ。満たされてるかもしれないですね。じゃあタメクニさん、今モテたいっていう欲がなくなったということは。確かに満たされてるかもしれない。モテないブランディングの方がいい気しますけどね。ブランディングでできないのよ。素でやんないとおもろくない。ちゃんとその隠さないというか、女の子にちゃんとモラハラしてちゃんと惹かれてるっていうところをしっかり SNS で発信していくと、そういうのがいいじゃないですか。じゃあここ塩見呼んでもらって、塩見と絡ましたら一番良さそう。で、塩見にバカほどモラハラしてちゃんと塩見に嫌われてるって絵を撮りまくるとか。女遊び飽きるタイミングってみんなありますよね。飽きてないよ。僕女遊びは結構飽きてますよ。ずっと彼女作るだけなんで複数人抱えないじゃないですか。佐古くんは飽きなき探求心で。僕も飽きてますよ。テコテコ2回しか作る。ああ、そうなんだ。テコってやばくて性病のオンパレードするとか、まあ、やめた方がいいです。あれ興味本位でどんな感じかを使っただけで、だってゴーゴーとかでやるんですよ。誰か持ってるでしょ。いや、女遊びおもろかった時期の方が毎日楽しかった気がするんですよね。いや、間違いない。落ち着いちゃうとさ、出役としてもダメだなって思うのよ。女の子と遊びたい、行きたい、36歳痛いの方がおもろいのになって思うのよ。タメクニさんも大人になっちゃったんですね。人は成長するのよ。稼ぎたい欲も丸出しの方がちょっとおもろいし、カモさんとかもちょっと落ち着いちゃったもん。稼ぎたい。そうだね。年収チャンネル始めたてギラ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 の方が面白いって面白い。今ね、あの人いろんなところに気使って発言してるからさ、年収チャンネルに出てくる志願者をサポートしてあげる役になっちゃってるから。インフルエンサーが終わるタイミングって3つぐらいあると思ってて、稼ぎ始めてもこれ以上稼げなくていいなって思ったタイミングと、もうそこそこ貯金が溜まってセミリタイ気味になったタイミングと、子供ができたタイミングの3つぐらいと思ってるんですよ。まとめると向上心なんよな、多分人が憧れる。やっぱルフィとかさ、かっこいいとか、やっぱナルトかっこいいとかってなるのって、やっぱ彼らが向上心持って成長し続けてるからかっこいい。こんぐらいでいっかもなってナルトが言い出したらさ、誰もおもろくないやん。俺それめっちゃ意識してるもん。常に上上。それで言うとビジネス系って結構いいよね。だって孫正義に勝つまではさ、向上心持てるわけじゃん。確かに。子供ができたら主人公子供にできる自信ある。だいたい世の中そうじゃん。子供のためにみたいな。なんないな。なんないですね。あ、俺もなんない。佐古勇気の子供として生まれてきたんだから、これぐらいの辛みは受け入れろっていうぐらいの感じを出すと。漫画青笹博文の子役として頑張ってもらいますよ。孫悟空の世界だよね。だから孫悟飯にはなっていいよ。その代わりは主人公俺だよ。ご飯が主人公、所詮セル編だけだった、ね。そうそうそう。子供は子供で自分が主人公の漫画を描いてほしい。まあでもそういう人ってさ、お父さん向きじゃないよね。まあそれはそうですね。あれ、僕の周りは比較的そういう感じが多かったかもしれないですね。成り立つ、それで家庭。医者って子供が好きか好きじゃないか置いといても、まあ、主人公が患者さんだったりとかするわけじゃないですか。だからあんまり子育てにめちゃくちゃ参画してるいいパパみたいなのが僕自身があんまり知らないですね。そもそも先輩とかもやっぱ子供ができても当直してるし、バリバリ働いてるし、僕の父親もまあそういう感じだったし、僕の友達のお父さんとかもそういう人が多かったんで、それがかっこいい父の姿とまで思ってます。おとといさ、大学のゼミの同窓会だったんだけど、お小遣い3万円みたいなやつがいて、3万円みたいな、1回後輩たち飯連れてったら終わりじゃん。まあでもそれはなんか僕らの世界のかっこいい軸で言うとかっこ悪いなんですけど、一般的に見たら子供のためとか家族のために節制してるのがかっこいい男の姿っていう世界で生きてる人たちも多分いて、世界観の違いな気がします。最近童貞サポートのコンテンツ売ったりしてるんですけどどんなコンテンツ？二次会のバーとかを我らが教えていると、2人でお酒飲んで3000円でした、めっちゃ高いですね。え、そんな世界線で生きてるんですよ。バーなんてさ、1杯1000円とかじゃん。雰囲気代っていうのを加味してないんだろうね。このお酒の原価計算しちゃってるってことだよね。お祭りの酒でもそれぐらいすっぞ。まあ、だからどんなかっこいい軸の世界にいるかとか、どんな基準値の世界にいるかでマジで人生変わってくじゃん。でかつ自分は自覚できないじゃん。でも自分は自覚できないけど、自覚できないって自分自身のことで、環境のことは自覚できるじゃん。で環境には意識を張っていきたいなと思うよね。俺って今どんな世界にいるんだろう今。そこに意識を割いていくと、より
りかっこいい人間になれるよね。それを痛いと捉える人もいるよね。それが痛いと捉えるのってそいつ自身が数字を出し切れてないからだと思うんだよね。数字を出して上を目指すやつがかっこ悪いって思われるのって、その目指してるって言ってるのが口だけになってるから。例えば僕がめっちゃ上行きたいっていうのと、孫さんが世界一の会社を作る、孫さんは絶対痛いって思われないじゃないですか。数値も出していかなきゃなみたいな。もし痛いって思われたら自分の実力不足を恥じなきゃいけない。でだから結局なんか承認欲求で生きてたらその壁とぶち当たり続けると思うんだよね。お猿さんが承認欲求強かったらさ絶対不幸だと思う。なんで、まあ、お猿さんはちゃんと自己実現できてるからいいんだけど、承認欲求もし強かったら一般的な経営者から白い目で見られてることをずっととコンプレックスに感じちゃうじゃないですか。でも彼はそれを無視できるマインドを持ってるから幸せなんですけど、もし僕とかタミグニさんみたいな性格だったら結構お猿さんは苦しかったと思います。リュウケンさんはどっちかっていうと自己顕示欲ある派の人だと思ってるんだ。あるんじゃないかな。まあなかったらインフルエンサーなんかやんないですからね。でもこうお猿さんほどじゃないけどちょっと違う目で見る人たちもいる界隈ではあるじゃん。多少はそこから脱却したいっていう気持ちはやっぱ見えますよね。そのサースやったりとか。私やっぱり高単価煽り売りとかも基本的にしないんですよ。低単価のオンラインサロンっていうことは、カボさんのサロンよりも安いし、自分の中の正義はこれで、それ以外の正義の人から何と思われてもいいやっていう境地に達さないと一生追いかけっこっすよね。でお猿さんの本当にすごいところは多分そこっすよ。稼ぎとかじゃなくて、まずお猿さんは多分自分の資産とか純資産を増やすこと、今目の前で出せる売上と利益を最大を取るっていうことを大正義という価値観において、一般的な経営者からどんだけ白い目で見られようがなんだろうが、その正義をぶらさないんで幸せなんですよね。彼は彼の心の中全部知ってるわけじゃないですけど、僕とかはそうじゃなくて、やっぱこう株本さんに認められたいなとか、堀江さんと会った時に何で情報商材じゃんって言われたくないなみたいなのがやっぱ僕の中に意識があったりとかするんで、取れる利益を取ってないっていうのはありますよね。じゃあ顧問制度とかやんないの？林さんとか箕輪さんとかがやってくれたおかげで若干 SNS 上では白い目で見られないですよね。まあ僕もやってもいいかなと思います。ちょっと僕が忙しいんでやれないんですけど、でも逆にちゃんとした経営者と僕が関わりだしちゃったらやりたくなくなっちゃうでしょうね。 SNS に出てこない、年商100、200、300やってるとか、場合によっては1000いったりとか、上場前の経営者たちとかと仲良くなったら、その人たちの飲み会での愚痴というか、そういうのを意識しちゃい始めちゃうんですよ僕は。だから多分令和の虎の虎とかも港区のやってる経営者からしてみたら白い目で見られてると思うんで、まあそういう人たちと関われるフェーズに達したら僕は多分恥ずかしいなとか思うようになるんじゃないですかね。令和の虎って誰が一番儲かってんの？まあ儲かってるの定義によりますけどね。資産は安藤さんが多いんじゃないですか。三浦会長かな、一番儲かってんの。5日前ぐらいに三浦会長のオフィス行ったけど、2階3階ほぼ虎になる。自社ビルもあるし。あ、そうなんだ。買い取りってそんな儲かんの？てかあと長いっすよね、買い持ちになってから。そこの評価軸もあったりとかしますよね。年収いくらで提案して採用するしないみたいなのやってるじゃん、就活サバイバル。あれって本当に採用してんの？してるんじゃないですか。まあ僕は採用出してないですけど。佐古くんって今メディアってどこに出てんの？これと、これと自分のと、まあ、スキル獲得版タイガーファンディングと。そんなもんじゃないですか。トライやろうと思ったことはないの？普通のなかったな。まだやれんのかね。モンキシンじゃない？それ新しいトラ募集してない？してない、してない。ああそうなんだ。オーディションとかやってるんで。青くんが入った時なんてまだ、え、竹野内さんより前？あと若干後かな。跳ねる前ですね。僕多分登録者がまだ10万超えてたかなぐらいの時ですね。それでさ、よく30万払って出ようと思ってる。だからトラたちと関わりたかったんですよね。 僕の行動原理で常に自分のいる環境のレベル上げたいんです。最初発信活動始めて、リュウケンさんの界隈だったりとかストックさん界隈である程度認められましたとってなった時に、まあ、次のフェーズとして僕の目に映ったのがトラ界隈だ。トラ界隈と関わりました。 SNS で有名な人たちとレペゼンとかヒカルさんと関わりました。次関わり合いたいのはどこなの？を探してます。今までは一人で次のフェーズ次のフェーズに飛び込んでいってたんですよ。これからはトラ界隈、特に今中に林さんとか桑田さんとかと一緒に次の界隈に飛び込むとか、林さんが堀江さんと仲良くなったってなったら堀江さんと僕と桑田さんが関わらせてくれるとか、チーム戦に移行していきたいなっていう感じですね。あとはまあチャンスは多分生きてたら何度か来ると思うんで、まあ、そのチャンスを全部取り切る。リュウケンさんとか佐古くんともその関係でいたいけど、その野心ないんですよあんまり。俺のレベル上げたいよりも僕個人の能力上げたいのが強いかもしれないですね。俺も最終的にはそうなんだけど、もう高校生の頃からずっとそうで、周りのレベル上げることによって俺のレベルが上がる。自学自習で頑張れないタイプだから、普段一緒にいる人たちに青笹もすげえじゃんって言われたい欲で頑張れるの。今のフェーズの人たちと5年10年一緒にいたら腐っちゃう。でもさ、なんで会社はさそういう構造にしなかったの？どっちかっていうとアズールってさ、青笹一級
強みたいな感じだったじゃん。採用力がなかったです。僕よりすごい人って会社やってたんで、自分鎖国も採用できるかみたいな話だったんですよ。それはまあ無理だろうみたいな。ここまでインプが広がって、ここまでの力がついてきたらこっからいけるよって話ですよね。東大出席の高校の同級生とか、当時僕より頭いいと思ってた同級生とかを3年前2年前にも口説いてるんですよ。で彼らは辞めてくれなかったんですよ会社を。でここまで来たら辞めてくれるんですよっていうので今強くなってきたんですよ。で兄もそうですね。兄も入ってくれたんですけど、2年前兄口説いても絶対見向きもしてくれないんですよ。で今はあれ俺の弟すげえんじゃねみたいな、まあ、人生預けてもいいんじゃねみたいな感じになってきたから最近採用が強くなってきたなみたいな。みんなそうな気がしますけどね。だって1年前のタメクニさんに人生預ける人ってすごい人はいないじゃないですか。てかほぼいない。だけど今だったらそれより相対的に上がるじゃないですか、預けてくれる人のレベルが。で僕は孫正義だったら株本さんですら僕に人生預けてくれると思うんですよ。そうだね。今日のスキル獲得結構真面目な話だね。いやスキル獲得意外と真面目ですよ普段。タメ国会だけですよ真面目じゃない。最近真面目会多くすぎて一歩落ちてねっていう話なんですよ。こういう会意外と伸びるんですよ。浅い話じゃなくて経営者に察しに行こうっていう本気の話って意外と他のチャンネルできねえだろっていう。こんなに会社の内情をちゃんと話すチャンネルないですね。我らの強みだろ何でも話せんのが。スタッフ原価って言うの俺ぐらいなんですよ。さすがに思ってないと思うけど他の経営者思ってないでしょさすがに。いや思ってない。僕も思ってないもん。いや思ってるよ多分みんな。いや思ってないよ。だってタメ国さんもだって30万で雇ったスタッフの回収意外と簡単だったって言葉が出るって以上は見てんだよ。まあまあまあ少なからずはね、もちろん。ただ自分が稼いできた金で養ってやろうとは思ってないと思うよ。みんな払ったお金以上の利益をもたらしてくれとは思ってると思う。それをスタッフは原価っていうパワーワードにしてるのは俺ぐらいだけど、でもみんな同じような概念を感じてると思うよ、うん、これを一般の人に対して嫌悪感ないようにマイルドに言うとツイッターのいいねが増えるんですよ。原価って言い切ることによって経営者からはめちゃくちゃいいねくるんですよ。僕のスキル獲得で原価だって言ったことで、まあ、多分コメント欄とかでは最低だったかあると思うんですけど、見てる経営者は結構僕に対して好印象を持ってると思うんですよ、うん、だってみんな悩むから。30万で雇ったら30万以上の利益を出してくれるようにマネジメントしないと会社潰れるじゃないですか。でみんな常にそれと戦うのがもはや経営そのものなんで、営業会社だったらまた別ですけどね。ここまでをセットで喋ると経営者はめっちゃグッてくるんですよ。ここまで言語化してるんだの脳みそを話さないと人間性やばいなって思っちゃうんですけど、賛否両論生む言語化するっていうのは多分もうこういうことです。こういうことです。めっちゃいい動画やねこれ。社員に対する利益幅とかすごい悩むのよ。まあ社員はいないけど固定費を払ってる子で、30万で雇って100万の利益出してくれたら70万あらりできるじゃん。でもこの子のことを考えたら70万80万払ってあげた方がいいじゃん。このバランス感ってもう自分のさじ加減で決まっちゃうってなった時に、本来利益のことだけ考えるとこの子がちょうど離れないギリギリラインを払うっていうのなんだけど、逆にストックさんってどっちかっていうと払いすぎなぐらい株元さんが払った結果優秀層が抜けなかったっていう考え方もあるから、そこをすごく悩むんだよね。あとは発注力ですよ抜けなかったのは。自分でやったら80万稼げるけど、タミクニさんのところに行ったら30万しか稼げないっていうのが続いたら絶対抜けちゃうんで、自分でやったら70万だけどタミクニさんのところに行ったら30万かける3で結局90だよねみたいな状態まで持ってかなきゃいけない。もしくはお金だけじゃないんですよ。ストックさんに渡してでもストックさんの一員としてこのコミュニティに属してたいっていう気持ちがみんなにストックさんに属させてると思うし、楽しい成長できる。そうだね。あとはまあビジョンがあったりとか、この人の横にいると自分がワクワク成長できる、うん、これ結構でかいと思うな。だって青くんのスタッフでいたら自分で一人で動画編集の作れる楽しくないですか、こんなに成長してんだからっていう感覚で多分いるスタッフ結構多いと思うんですよ。これを作れたらめちゃくちゃ強い。僕の組織作りの失敗はそれが乖離しすぎてて、僕と一緒にいても学べないんですよ逆に。だから僕らが孫正義と一緒にいても吸収できないじゃないですか。で今孫正義とカモンさんと一緒にいるどっちがいいって言ったらカモンさん選ぶんですよ。カモンさんから学べることがあったりとか楽しさがあるから、だからその距離感も結構大事だったりします。一人で登録者数1万人のチャンネルやるよりも5人で登録者数50万人のチャンネルやってた方が楽しいじゃないですか。それはまあ売り上げだって考えても、一人で3000万稼ぐよりもみんなで1億の会社をやって自分の取り分1000万しかないけどねの方が楽しいよねみたいな。お金ってさ、いくら以上あると満たされるのかな。僕とかさ、金持ちだった時代がないから今の3000万あるかないかぐらいで、まあ、十分だなと。十分する。あ、でも3000万っすね。これしか稼いでないから関われる人の幅も狭いんだろうなと思うんだよね。それはそうです。僕が営業利益増やしたい、売上増やしたいっていうのは関われるレベルの人を上げたいからです。ご飯食べにさ、韓国日帰りで行こうよって絶対誘われないじゃんか、うん、誘うのも向こうからして申し訳ないです。金額的に行けるとかマインドを持ってたとしてもね。貸し物所得の問題よりもそいつと一緒に過ごしたいって思われるかどうかですよ。タミクニさんが仮に利益10億稼いでたら結構いろんな人から一緒にご飯行こうって言われると思うんですよ。客単2万円の店だとしても、利益10億出してる人がタミクニさんと一緒に3時間過ごそうとかとは思わないわけじゃないですか。今日何度も名前出てるけど、孫正義がちょっとご飯誘おうかなって思ってもらうためには多分僕利益で何百億とか出してたらご飯誘ってくれるかもしれないじゃないですか。でもそこってやっぱ会社軸なんだね。ヒカルさんってさ、稼いでるっていうのは大前提あるけど、この間秋元康さんとコラボしたじゃんか、はい、あれってヒカルさんがただの
経営者で今の稼ぎぐらいだったらコラボできてないというか、興味持たれてないじゃないか。だからあれはあのインフルエンス力があるから興味を持たれる、さんまさんも含めてだけど、そこが僕経営者として成り上がってそこと関わりたいってあんま思ってなくて、どっちかっていうとインフルエンス力つけてそこに興味を持たれたいっていう欲求の方が強いんだよね。それぞれどっちもっすよ。僕もフォロワー欲しいのもそうだし、僕は結構インフルエンサーと関わりたい方が経営者と関わりたいより強かったんですよ。ってなったらインフルエンサーは金持ちの方が興味引くんですよね。ヒカルさんが僕と仲良くしてくれるのって僕が経営者だから仲良くしてくれるんですよ。経営者としては自分より上だってヒカルさんが思ってくれるから。誰と仲良くしたいかによるかもしれないですね。例えば松浦会長と仲良くなりたいんであればフォロワーが500万いたら仲良くなります。でもヒカルさんと仲良くなりたいんだったら利益50億出してたら仲良くなれるんですよ。じゃあ朝倉未来だったらどう、まあ、金持ちの方じゃないですか。僕は割と YouTube キッズなんで。俺もだよ、まあ、経営者としてこうやって稼ぎながら多少のインフルエンス力を持ってると画面の向こう側の人たちが青笹さん青笹さんって言って話しかけてくれるんで、ずっとこの方向でやってきたって感じです。佐古くんはそのインフルエンス力をめちゃくちゃ上げたいはそんなに思ってない。どっちかっていうと変な人から変な話を聞きたいが大きいから、変な人は変な話が知りたいですよ。だから変な人と話したりいろんなことにチャレンジするの方がウェイトが高いんですよね。人それぞれだね、全然わかんないわ佐古くんのその感じ。楽しくないですか。自分が幸せに感じるところはどこなんだろうみたいな。僕とかは YouTube キッズといっても結構ビジネス系の YouTube キッズなんですよ。今日とかも堀江さん林さん光さん僕で4人並びだったんですよね。その時に俺頑張ってきたなって思うんですよ。アバンティーズ東海オンエアエビジャ僕ってなってもあんま満たされないんですよ。じゃあ金党の範囲はエビジャで満たされたから、ああそうかもしれないですね。だから結局誰に憧れてたのかみたいなところによるかもしれないですね。だ僕は比較的ビジネス系インフルエンサーの中でも株本さんって僕は結構特別だったんですよ。こんなに距離近くてもやっぱ未だに株本さんに青笹は優秀だって動画内で言ってもらったりとかするとめっちゃ上がるんですよ。だから林さんもそうだし、仮に東海オンエアに青笹っていうすごい経営者がいるって言われてもそんなに上がんないんですよ。だから結局憧れてた人にすごいって言われるのが嬉しいんだろうなみたいな。俺もさ昨日株本さん2週間ぶりぐらいに会ったのよ。株本さんも体調壊して俺も体調壊して今後のレピュテーションリスクの話した時に、正直ちょっと今からガッて自分の認知が増えるの怖いんですよね、今までのちょっと悪さしたことが表に出てっていう話をしたら、今まで青笹しかこういう話できる人がいなかったのに、やっとタメグリさんもなんかここに入ってきた感じがしますねって言われたのが俺的にめちゃくちゃ嬉しかったのよ。俺は株本さんは経営者としてじゃなくてインフルエンサーとして尊敬してるのかなって思った。いろんな要素ありますね。僕多分株本さんに対しては経営者としてインフルエンサーとしてとかよりも人としての憧れが強いんですよね。兄に似てるんですよちょっと株本さん。僕自身が株本さんって僕に似てるなとも思うんですよ。だからこう利益がストックさんを越した時とかは全然嬉しくないですよ逆に。昨日さお兄ちゃん奥さん青くんで青くんさ奥さんに膝枕してもらってたのよバーで。あ眠かったっす。可愛らしかったけどさ、よく兄貴の隣でさ膝枕してもらえるような。僕あの兄貴に膝枕してもらうタイプなんでなしないんですか。いやしない。兄弟誰がいる。兄弟妹。え僕昨日一日めちゃくだったんですけど妹にテキーラ飲ませてたし。まあ異性だったらワンチャンわかる。同性じゃん。いやだから多分それも兄弟の関係する。僕兄が寝っ転がってたらモフとかするんで普通に。佐古くんとかが寝っ転がってたら佐古君の膝の上にこうやってあするするする。え倍の要素ある。いやないっす。でも倍じゃないと100億いかないって有名じゃん。そうなんだ。まあ僕ブラコンなんでね割と。え俺男兄弟でブラコンって人生初めて聞いたんだけど、いる。いい意味で言ってる。めっちゃ仲良しって感じじゃないです僕兄と。なんか気は使いますし友達の方が何でも言い合える仲です。まあでも肉親ってやっぱ裏切らないから。だってヒカルさんだってやっぱ林さんとそうだし、インフルエンサー塾開いた人バンビもバックオフィス確か兄弟にしてるし。あそうなんです。兄弟が信頼できるっていうよりかは能力が近いんで、採用するっていう上では自分と同じ能力の人を採用するのって結構難易度高いんですよ。って観点で言うと兄弟を採用するってめっちゃコスパいいんですよ。そんな変かな。僕兄と普通にお風呂入るんでね。家出てからはその機会ないですけど、僕大学 2,3 年生の頃とかに実家帰って兄がまだ実家出てなかったんで、兄がお風呂入るときにあ俺も入るって言ってついてきます。確かに青くん僕と僕の奥さんがお風呂入ったら入ってくる。違う奥さん女性やん。奥さんはキャーって言ってた。いやそう言えないです。やっちゃったと思って。えじゃあ兄と旅行行ける。行きますよ。俺なんて兄貴と家族で飯行ってもマウント取ってるもん。あ全然兄貴のこと嫌いじゃないけど、幼少期いじめられてた記憶が残ってるから、みんなでご飯行った時に俺が一番お金持ってるっていうのはみんな知ってるわけよ。そこの会計を親が出そうとするからいいよって言って俺が払って、みんなのタクシー手配して俺帰るのもったいないから俺は電車で帰る。マジ。あだから俺はそこでマウント取ったことによって昔の復讐をしてる感じだね。そこで自分の昔のモヤモヤを解消してる。僕兄が圧倒的な格上なんで勝ち試合とかないんですよ。むしろ助けてくれみたいな。えでもさでしょ、医学部の経営者だったらそこだけ見れば全然青くの分かってるじゃん。あれどこ大だっけ。立命です。帝京平成入ったんだよ。なんでセンター試験なしで入れた。大学入りたい時にはセンター試験終わってたんです。入ってどうするの。今あの100日後に1000万稼ぐ大学生って言いたいと思います。
どれぐらい伸びたの？1本目で4万再生。おお、すごい。佐古くんね、SNS 天才なんですよ。え、それがやりたかっただけ？お桜も入ります。そろそろ新刊の撮影するの。いいの？行きたい。だ俺それもあるから、俺も大学受けるかなやん。いや、同じやんけ。何がモテるわけやねん。僕も青学行きたいなと思ったんですよ、大学。医学部卒業した後。で、やっぱその頃も令和の虎出てたんで、僕諦めました。田光さんももうダメですよ。26歳のおじさんがいきなり来ると、ちょっと煙たがられるじゃん。でも令和の虎出てる青くんだったら、関わりたいなって思う人たちが出てくるから。いやまあでも僕が大学に行きたかったのは19歳のノリで友達が欲しかったんですよ。無理だよ、分かれよ、頭いいんだから。で当時の僕ってまだ老けてなかったんで、まあ、二浪したんだよねで押し通せるぐらいのルックスだったんですよ、はいはいはい、年上として気使われながら大学通うのは嫌だなと思ったんですよ。じゃあ俺はまだ来年だったらギリ行ける？行けないよ。田中さん最近年感じる顔するとき増えましたよあ、これカメラ向いてるときは結構いい顔してるんですけど、 SSL でちょっと疲れたなって時の顔、まず36歳の顔します。たまに気付ければちょっとクマトリとヒアルロン酸やるわ。まあそんな感じですかね。田中さんは意外といいやつ。今回以上です。ありがとうございました。